ドイツの高速道路に設置された運転業務者のための非常電話イギリスはウェールズ北部のビーチに設置された主として降落客のための非常電話ドイツの学校施設内に設置された非常電話アメリカ合衆国のインディアナ大学パデュー大学インディアナポリス高校内に設置された非常電話非常電話とは非常時の緊急通報を使用目的とする電話による通信設備 道路交通関連分野の非常電話は事故や車両の故障を主とする緊急事態を管制施設に通報することを使用目的とする設備である。ドイツのアウトバーンには事故時に関係者による通報が可能なように非常電話機が設置されている。日本の場合、都市間高速道路では約 1km 間隔、トンネル内では約 200m 間隔に設置されている。 インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア、非常駐車帯などにも設置される。電話の発信方法には2種類ある。受話器を上げると直接、高速道路の場合は高速道路会社が設置した、道路管制室、国道、一般道路の場合は管轄する、国道事務所などの道路管理者、警察等につながり、発信地点が管制室などに通知されるので発信者が事態を、 直接報告するものと、ピクトグラムに描かれた、故障、事故、救急、火災のいずれかのボタンを押すことで事態の大まかな内容を管制室で把握することができるタイプとがある。ただし、両機種ともに一般の固定電話や携帯電話などに直接かけることはできない。非常電話での連絡には、通報している場所、故障か事故かの区別、事故者の停止している、 怪我人の有無などを伝える。なお、近くに非常電話がない場合や車両から出られないような場合には、携帯電話、PHS で警察に110番にダイヤルし、通報するか、道路緊急ダイヤルを利用して発信するとその道路の管理者につながるので非常電話同様に事態を報告することができる。遠隔名神高速道路は開通当初、トンネル内部を除き事故。 故障などの対応連絡は交通パトロールに行うこととなっていた。日本で初めて非常電話を路線全体に設置したのは1965年12月の第3京浜道路開通時である交通パトロールを減らすことを目的に実施され、名神高速道路での全線設置に向けた試行の側面もあった。非常電話設置の取り組みは当初の予想以上の利用があり、 また社会的に好評であった。そのため、1966年に、名神高速道路にも導入された。この時、通話先を、警察、消防、ジャフ公団事務所の4箇所をそれぞれワンタッチで選択する、分散方式が用いられたが、すぐに管制室で、すべての受信を受け付ける、集中受付方式に変更された。ありがとうございます。